ねえ。どうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回のモッドは、大量のモブを追加するモッド。使用モッドは概要欄をチェック。最初から渡されるこの本、いろんなモブが書いてあります。かなりきちょいのもあるな。一応閲覧注意です。ちょっと気になってたやつを出します。うわなんだこれ？架空のモブもいるみたいですね。面白いものを見つけました。いやそれゴキブリじゃねえか。じゃあ、きしょすぎるー。今度はアザラシ行きます。かわいい。仰向けなのがかわいいですね。なんかエグいの見つけました。なんだこれ？よく見るとかわいいかも。いやキモすぎるだろ。これはなんか綺麗ですね。太陽鳥って言うらしいぜ。その名の通り空に飛んでいきました。ロマンあるな。なんかキモいファージもいます。細胞に穴開けるあれか。最後はこいつと戦います。なんか弱そうだが。うわぁ来るなぁ。必死じゃねえか。ちょっと待って何これ。あどうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回のモッドは、建築効率、爆上げモッド。使用モッドは概要欄をチェック。このモッドで追加されるビルディングガジェットは、建築を補助してくれます。建築の補助ってどういうことだ？指定したブロックで壁や床を作れるんです。めっちゃ便利じゃねえか。さらには置く場所の地形に合わせて置くこともできちゃいます。クリーパーに開けられた穴とかを埋めれるな。まあ所詮 AI なので、理想通りにならないことが多々ありますが、そういうとこは自分でやれってことか。連打すればこんな風に高い塔も作れます。これ手作業だと面倒いんだよな。割と手間がかかる階段も、ワンクリックで済むと夢のモッドじゃねえか。てかこれだけで家作れるくね。では作っていきましょう。できました。家ってなんだっけ。どうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回の1分モッド紹介は家する村人モッド。使用モッドは概要欄をチェック。このモッドではこのように武装した村人が追加されます。野術とかしっかり作られてるな。敵が来ると戦ってくれます。なので今回は襲撃イベントをしてみましょう。プレイヤーがいなくても村を守れるんだな。さあ開始されました。矢が飛び交ってるぜ。すごい勢いですね。これなら乗り切れるんじゃないか。一瞬で返り討ちにしていきます。プレイヤーがやるより効率的だぜ。これでプレイヤーはダメ人間に人をダメにするモッド。てかこれ襲撃者たちがかわいそう。おいこれコマンド限定モグじゃねえか。このモッドの機能ですかね。残り一人なんだけど見当たらないのよね。そんなことあるか。村人たちが見つけたようです。なんだこの勢い。どっちがヤクザかわからんみたい。どっちがヤクザかわからんならぬ、どっちが襲撃者かわからんだな。そんなこと言ってる間に襲撃イベント勝利。これで村壊滅はなくなるぜ。どうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回のモッドは、建築効率、爆上げモッド。使用モッドは概要欄をチェック。このモッドで追加されるビルディングガジェットは、建築を補助してくれます。建築の補助ってどういうことだ？指定したブロックで壁や床を作れるんです。めっちゃ便利じゃねえか。さらには置く場所の地形に合わせて置くこともできちゃいます。クリーパーに開けられた穴とかを埋めれるな。まあ所詮 AI なので、理想通りにならないことが多々ありますが、そういうとこは自分でやれってことか。連打すればこんな風に高い塔も作れます。これ手作業だと面倒いんだよな。割と手間がかかる階段も、ワンクリックで済むという夢のモッドじゃねえか。てかこれだけで家作れるくね。では作っていきましょう。できました。家ってなんだっけ。どうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今回のモッドは超絶便利なバックパックモッド。使用モッドは概要欄をチェック。このモッドで追加されるトラベラーバックパックはいろんな機能があります。収納だけでもめっちゃ大容量じゃねえか。こんなにたくさんのネザライトクワも大量生産しすぎな。一つのバックパックに入るという。そしてなんと右下のスロットは、おいこれまさか。そう、作業台になるんです。これで作業台たくさん作っちゃう現象もなくなるぜ。左端にあるボタンを押せば背中に背負うこともできちゃいます。バックパックだからな。ここに水をたくさん入れてホースというアイテムを使うと、おお、バックパックから水を出せるんだな。さらには地面に置いた状態で寝袋というアイテムを入れクリックするとベッドが出てきたぞ。いつでも寝れるベッドの完成。ベッド持ち運べばいい話だが、勘のいいバナナは嫌いだよ。今私のことなんつった。これでサバイバル生活が快適になります。どうもゆっくりレイムと、ゆっくりマリサだぜ。今日のモッドは、ザワールド的な、トコトメモッド。使用モッドは概要欄をチェック。てか時を止めるってコマンドでできるくね。黙れバナナ。ここにちょうどいいゾンビがいました。早速やってみてくれ。時を止まれ。すげえ、ゾンビが動かなくなったぞ。もちろん殴れます。ダメージも入ってるみたいだな。そして時は動き出す。おお、一気に20ダメ入ってたぜ。殴るのもいいですが、おすすめは弓矢ですね。時が動き出した瞬間に飛んでくのか。では動かします。
めっちゃ爽快だぜ。シフト右クリでモードを変えれます。どんなモードがあるんだ？これはスローです。動きがゆっくりになったな。これは早送りですね。今度は動きが早いぜ。弾速も早いです。これはマトリックスってやつなんですが、どういうやつなのかよくわかりませんでした。スローだけどジャンプ力が上がってる？こんなにたくさんいる匠も、近づいても爆発しないな。さあ動き出せ。アマツが起きれてないんだけど。皆さんはワールドエディット使ってますか？私はフィルコマンド派だな。でもフィルコマンドは限度があったり文字をたくさん書かなきゃいけません。ってことで今回紹介するのは、超絶便利、ワールドエディットの使い方。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まずはコピーの仕方です。開始地点となるブロックを置き、機能ので殴ります。機能のとはまた変なアイテムだな。そして同じく終了地点となるブロックも置き、機能ので右クリック。そしたら先ほど置いたカリブロは壊しておけです。壊さないと一緒にコピーされちまうからな。では指定した範囲の前に行き、スラッシュスラッシュコピーと書きます。これでコピーは完了。あとはペーストしたい場所に行って、スラッシュスラッシュペーストと書きます。おーおー、さっきの家ができたな。村の増築とかには便利ですね。もう一つ、スラッシュスラッシュセット設置したいブロックと書けば、今回はダイヤブロックを置くぜ。そうすれば目の前にはダイヤの山、夢のようだー。最後にこれを応用して村を消します。いきなり怖いなおい。ブロックをエアーにすれば、ああ、待って範囲内だったここ。因果応報だぜ。皆さんは家を持ち運べたらいいなぁと思ったことはありませんか？まあ確かに野宿はちょっと嫌だよな。ってことで今回紹介するのは、家を持ち運べる、欠かせるモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。範囲は最大で 11×11 なので、ちょうど良さげな家を作りました。どこにでもありそうな家だな。まずはキャプチャーベースというブロックを家の中心に置きます。運びたい家の底面の下になるようにな。そしたらしっかり塞いで、カプセルを持つと範囲が表示されてるはずです。おお、線ができてるな。そしたらカプセルを右クリして、家に向けてもっかい右クリ。家が消えたぞ。カプセルの中に入ったってことですね。では置きたい場所の付近に行って、右クリして微調整しましょう。そしたらもっかい右クリ。すげえ、さっきの家が出てきたぜ。細部までオリジナルと同じです。溶岩もコピーできるので、ドッキリとかにも使えるんじゃないでしょうか？自分で自分の家燃やしてんじゃねえよ。皆さんはバニラのアイテムじゃ物足りないと思いませんか？確かにトリッキーなものは少ないよな。ってことで今回紹介するのは、様々なアイテムを追加するモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。こんな感じに大量に追加されるので、今回は一部を紹介します。一本の動画にもできるくらいだな。まず最初に紹介するのが、コンベアーベルト。見た目はちゃんとベルトコンベアーだな。上に乗ると自動で歩けます。結構スピード出てるぜ。ジェットコースター作ってみました。周りの環境を整えればマジでテーマパークにできるかも。そして海にダイブ。次はこちら、ピストンセクター。前のブロックが動いたぞ。右クリックするだけのピストン的な感じですね。あんま需要なさそうだが。黙れバナナ。次はこれ、テキストプロジェクター。文字通りテキストを表示できるぜ。バニラじゃ地図とか使わないとできなかったから、個人的には大助かりですよ。できました。しれっと促すな。最後はこれ、中に入ることなどでなくてなんで、いっぱい霊を体張って死ぬ視聴者の鏡。もう顔気出して、ああ、食料も尽きた。私の命はもう長くないだろう。リスポできるだろう。ああ、町でもあったらな。村はあるけどさすがに町は。なんだあれは。ってことで今日のモッドは何だったんだ今のは。村を豪華にするモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まあ内容はそのまんまですね。めっちゃシンプルだな。この家を見てみましょう。うおーおー、建築税の作る家って感じだな。いやーこんな家に住みたい。うわ、風車の再現度高っ。旗を使うアイデアはそう思い浮かばないですよね。教会にはちょっとしたアスレもあります。村人暇なんかな。まあゴールに何かあるというわけじゃないけど、ぜひやってみてね。ここはレストランかな。いつか行ってみたいな。こういうとこ、額縁に矢をはめてるのが凝ってていいぜ。ここにはなんと市場が、絵に描いたような市場って感じだな。ちゃんと村人がカウンターにいるのがいいですね。最後は爆破しておさらばです。おいお前の PC の音だぞ。困ったなぁ。どうしたんだ？この世界スマホないんよ。いやマイクラの世界だからな。そこら辺に落ちてたり。落ちてるってどういう状況だよ。いやマジで落ちてるー。ってことで今回のモッドは、高性能スマホ追加モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。てかさっきの茶番はさすがに無理が。はいこちら、iPhone ですね。うまく回避してんのくさ。右クリックすると、いやちゃんと iPhone。ちなみに時計はちゃんと今の時刻に反映されます。ブラマイに便利だぜ。エメラルドをチャージすることでアプリを変えるんですが、多すぎるので一部を紹介していきます。おおメッサあるな。iPhone なら標準機能のやつが有料っていう。そりゃ仕方ないぜ。例えば
このマップス、その名の通りじゃねえか。地図がいらんくなる。カメラで撮影して、ピクチャーで見ることも。カメラが空中浮遊してるのかこれは。X-rayによるとこの先にダイヤがあるそうです。タモットまで使えちゃうんだな。さてそろそろかな。って待って、なんで溶岩があるの。ちなみにこの機能ではマグマは探知できないぜ。先に行ってよそれ。いやーマイクラの切手でかいから切るのめんどいよねー。そりゃあ切手のはそういうもんだから仕方ないだろ。なんか盆栽サイズの木とかないのかなー。いやいやいや、そんなのもうマイクラじゃないだろ。いや、普通に生えてるー。ってことで今日のモッドは、盆栽型、自動ニコリモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。ちなみにバージョンによって機能が全く異なるので注意。まずこれが基盤となるポットです。めちゃシンプルな見た目してるな。ここに土を入れ、苗木をセット。一本で無限に生えてくるから補充の必要なしだぜ。そうするとこんな風にニョキッと生えてきました。えげつないスピードじゃねえか。ちなみにここに斧を置くと自動で刈り取ってくれます。成長しきると原木が取れたな。こんな風にホッパーをつければ自動でチェストに溜まっていくという。これで装置の完成だな。では最後に装置100個と私でどっちが多く取れるか世紀の対決です。結果見えてるんよな。まさかのすけさんに殺されましたね。お前やる気ある。ちなみに1時間を集計した結果48万個溜まってました。恐るべきモッド。今サバイバルやってんだけど、やっと松明の材料が揃ったんだよね。やっとって初期に作るアイテムだがな。まあ松明は光源にもなるけど相手に火をつけれるからね。いや火つけんのはマイクラじゃ無理だよ。いやマジで火つけれんのー。ってことで今日のモッドは、松明で敵を燃やせるモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まあ内容はそのまんまですね。この機能バニラにないの不思議だよな。まあ要するに超簡単に焼肉をゲットできるってこと。ヘクタオスとかの発想には至らないのかこいつ。はいそれじゃ今から、手に持ってるだけで光源になるモッドと組み合わせて古代都市を探検していきます。なんか別モッド出てきてるし。なんか意外と安全なんだね古代都市って。いや待てこの音は。いや待って暴電来てるし。だがこの属性松明で。あそうだオーデンって火つかないんだって。もっと紹介成り立ってねえじゃねえか。マイクラっていろんなツールを分けて使うのめんどいよねー。まあそれぞれ役割があるからな。全部が合体したツールとかあればいいのになー。そんなのゲームのバランス崩壊しちまうだろ。いや普通にあったー。ってことで今日のモッドはツール全部合体最強ツールモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。この見た目完全に詰め合わせですよね。シャベル斧ツルハシ剣の特徴を全部使ってるな。機能はとてもシンプルで、剣の機能、シャベルの機能、斧の機能、そしてツルハシの機能を全て持ち合わせています。いちいちいろんなツールを作らなきゃいけないのは結構面倒だったからな。このモッドで追加されるツールはまだあります。これは広範囲の草を刈り取れるツール。聖地とかに使えるな。広範囲なだけあって壊れやすいので注意。次は広範囲攻撃ができるツール。見た目はカマだな。ちなみに火打ち石ツールとエメラルドツールも追加されています。結構かっこいいぜ。最後はこれらのツールならウィザーも余裕だということを証明してやります。届いてねえじゃねえか。今日も京都手ぶらまいしてるんだけど荷物がいっぱいになっちゃったよ。帰るのはめんどいよな。なんかあるけど、ダンボール。いつの間にか持ってたやつを使ってみるって。箱持ってってくれた。おいこれって宅急便じゃねえかー。ってことで今日のモッドは、自宅にお届け、配達屋さんモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まずはこの以下にもダンボールダンボールした、ダンボールを出します。謎の表現。そしたら自分の家の座標をメモりましょう。チャットにメモるのがおすすめだぜ。そしたらスタンプというアイテムをダンボールに右クリして、さっきの座標を入れていきます。めっちゃ簡単でシンプルだな。最後にパッケージコントローラーをダンボールに右クリすれば、おおエンダーマンが持ってってくれたな。しばらくしてさっきの座標に行けばダンボールがあります。帽子かぶったエンダーマンかわいいな。ちなみにこのブロックの見た目、バックルームと一致します。そどうでもええ。ぐーぐーぐー、マリサがバナナにしか見えない。なんだと？うわあ、なんだもう朝か。ちょっと散歩でも行こうかな。最初にするの普通散歩じゃなくね？あ、今日もいい天気だ。いつも通りの朝だな。噴水から出る波の音が心地よいよね。波の音ってこんなでリアルじゃなくね？って音がリアルになってるー。ってことで今日のモッドは、音の反響をリアルにするモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まずはこの音を聞いてください。マイクラとは思えないリアルな SE だな。現実世界で録音したんですかね。さらには広い場所で歩くと音が反響します。
めっちゃリアルに響いてるじゃねえか。こういう系のモッドって SE を現実で録音したりするけど、このモッドはマイクラらしさが残ってていいよね。あくまでもマイクラはマイクラなんだな。では音量をマックスにして ASMR をお楽しみください。嫌な予感が。いや、いつも思うんだけどさ、マイクラのドアってつまんなくない？確かに障子とか欲しい気もするな。え、なんだこのドア？開けてみよう。って障子じゃねえかー。ってことで今日のモッドは、出したようなドア追加モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドでは何種類ものドアが追加されます。建築の幅が広がるな。多すぎるので今回は私が気に入ったものを紹介します。まずは茶番でも出てきた障子ですね。バニラでは再現が難しかったが、これでは風建築がやりやすくなるな。次はガラス窓があるドアです。中が見えにくいドアがほとんどだったから便利。お次は鉄格子。ああ、これは個人的に欲しかったやつ。鉄格子はピストンでやろうとすると違和感あったからね。刑務所とかに使えるか？そして次は全面ガラス張りの斬新なドア。バルコニーとかテラスに繋がるドアに使えそうだな。これはマジで需要あるんじゃない？最後は見たことあるけど名前わかんないやつ。いや、説明適当。西部の街とかにあるやつだよな。使いどころは少ないかもだけどあったら入るよね。じゃあこの重厚で金持ちそうなドアの家に不法侵入していきます。なんか起きそうな予感。やばい、前からトカゲが。って何やってるんだ。まずい積んだかもしれない。下に川があるがホールインできるか微妙な位置。水バケツや蜘蛛の糸などは持っていない。そっ、ここはもう諦めるしか。いや、諦めんのかよ。てなんだこのパラシュート。ってことで今日のモッドは、安全に下山パラシュートモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドでは中二心をくすぐられる見た目のパラシュートを追加します。霊夢中二病なの？中二病でもモッド紹介がしたい。落下中に右クリするとパラシュートが開けます。操作はボートと同じ感じでできるぜ。さらにスペースキーを押すと高く上昇することも、めちゃくちゃ早く上昇できるんだな。ちなみに地面に降りてる状態で右クリしてから落ちると、自動でパラシュートを開いてくれるようになります。ミスって落ちちゃってもこれがあれば安心だぜ。まあほぼエリトラの介護官だけどね。よっしゃ、エンドラも倒したしエンドシティに行きますか。その装備で倒したの？てかエンドシティってエリトラ手に入るけど、結構殺風景なんだよな。景色地味なんだよね。てなんだこのエンド。ってことで今日のモッドは、エンドの景色を豊かにするモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。エンドには長らくアプデが来てないということで、このモッドではエンドにバイオームを17個追加してくれます。今見てるやつもその一つだな。これはコーラスフォレストというバイオームですね。お次はアンバーフォレストです。すげえ燃えたぎってるな。個人的に地獄の再現みたいなことができるかと思います。そしてここはサルファースプリングス。サルファーは硫黄って意味だぜ。その名の通り硫黄感がありますね。ここには新モブもいるから探検のしがいがあると思うぜ。最後はブルースミングスプリングス。エンドじゃねえだろこれも。早オーバーワールドにもこんなディメンションが欲しいんですけど。ちなみにここはキングオブテイスペクラッシャーだぜ。最後はこの明らかにヤバそうな新モブと対決。いや絶対強いだろこれ。防具も着てないし勝てるかどうか不安。いや、やっぱ空飛ぶのエリトラじゃつまんないよね。あれはただ滑空してるだけだからな。飛行機とか落ちてないかな。いや落ちてるわけねえだろ。いや普通に落ちてたー。ってことで今日のモッドは、ロマン満載レトロ飛行機モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドでは3種類の飛行機が追加されます。今のが普通の飛行機で、これが長い飛行機で、これがヘリコプターですね。説明が雑すぎる。作り方なんですが、まずこの2つをクラフトしてください。一時停止推奨だぜ。では作った専用の作業台に作ったプロペラとミニの木材をぶち込みます。おお、長い飛行機と普通の飛行機が作れるようになったな。今回は普通の飛行機を例に挙げます。そしたら飛行機を地面に置いてください。これだとエンジンがないから動かなくないか。ってことでこれをクラフトして飛行機にぶち込んでください。これでやっと完成か。最後に飛行機に乗り X キーで燃料を入れれば動くようになります。じゃあ早速運転してみてくれ。空の旅をお楽しみくださいませ。うお、ちゃんと動くようになったな。いやー、空からの景色とか最高ですな。おい霊夢ちゃんと前見て運転しろ。トロッコってダンボールじゃない？急にどうした？いやなんかもっとちゃんとした電車的なのが欲しいなって。あー、例えば機関車とか。そうそう、そんなの。でもマイクラに機関車なんて。ってなんだこのトーマス。
ってことで今日のモッドは、トロッコ卒業、機関車モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドではこんな感じの機関車が追加されます。具体的にトロッコとどう違うんだ？この機関車の最大の付加価値はですね、パワードレールじゃなく石炭木炭で動くこと。おお、ついにあのちまちましたレール数え作業から卒業できるのか。さらには船舶用鎖で貨物をつなげることもできます。チェストを何個もつけれるのか。これはまさにミニ機関車ですね。ちなみにこのモッドでは蒸気船も追加されます。最後は機関車に乗ってお別れ。めっちゃ優雅でいいな。ちなみにその先には何が。いやー、マイクラの世界は平和でいいねー。村の人々と楽しく暮らせるし、大規模な軍事施設とかもないしね。マイクラの世界で現実逃避してたいよな。で、そんなん無駄だったー。ってことで今日のモッドは、ビリジャーの基地実現モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドではビリジャーたちの軍事施設が追加されます。前哨基地があって本拠地がないとかおかしかったもんな。じゃあちょっとこちらの家に不法侵入していきますかね。目には目を、侵略には侵略を。はえ、なんか思ってたより居心地良さそうで羨ましいですね。犯罪者たちはこんな家に住んでたのか。あとはこんな教会もどきもあります。村の教会に比べてちょっと暗めだな。城壁とかマジで凝ってますねー。制作者さんのセンスがヤバすぎるぜ。さらにこのモッドではピリジャーのバリエーションも追加されます。これはモヒカンのピリジャーだな。あとは帽子ピリジャーだったり甲冑ピリジャーとかもいます。かなり種類いるな。じゃあ最後はサバイバルで突入だー。いやバカなの。意外と弱いっすねこの人たち。圧倒的フラグなんよな。みんなも突入してみてねー。やるわけないですね。やばいやばい、ゾンビの大群だ。この数に剣一本じゃきついぞ。銃とかがあれば。いやそんなのあるわけ。え、なんか今見えなかった。多分目の錯覚かな。いや銃あるー。ってことで今日のモッドは、ストレス発散、シンプル銃モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まずは超シンプルなピストルですね。シンプルイズベストだぜ。まあピストル言うてもかなりのダメージが出ます。でかい今気づいたけど音がクソでけえな。お次はショットガン。大人でいうポンプみたいな見た目してるぜ。これ近距離ならボディでもヘッドでもワンパンなので、普通に最強説あります。正近ポンプは効き目ないってことか。そして次はロケラン。まあ厳密に言えばこれは4連ロケランだけど。うるせえな。これ見てもらってる通り破壊力がえげつないんですよね。砂だからってのもあるが軽くて EMP1 個分くらいだぜ。こちらは雷銃です。さては造語商だなてめえ。いやもう本当に雷銃なんですよ。まあ確かに雷発射してるし間違ってはないな。最後は私のおすすめライトマシンガン。高い連射力に加えてダメージも高い。これは確かにおすすめできるな。あははロケランで荒らすの楽しいな。相当性格やべえぞ。やっぱ荒らしこそ正義。ふんふんふん、何作ってるんだ。ふふ見て驚け。これが私のクリスマスツリー。お世辞にもツリーには見えないんだが。いやいやいや、だってしょうがないでしょ。マイクラでクリスマスツリー再現するの難しいんだから。で、ツリーやったー。ってことで今日のモッドは、まだ早いけど、クリスマスモッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドではクリスマスに関わるアイテムが追加されます。これは茶番にも出てきたクリスマスツリーだな。細かく再現されてていいですね。お次は雪だるま。スノーゴーレムなんかじゃ雪だるまに見えなかったもんな。そしてこれらはプレゼント。25日にチェストのテクスチャがプレゼントになるけど、こっちの方が小さくていいな。ちなみに直方体のやつは中にアイテムを入れれます。いや、容量少な。こちらは靴下。プレゼントと同様にアイテムを入れれるんだな。容量はさっきよかましです。最後はディスク。曲まで流せちゃうのか。二つ目のディスク。ディスク？ディスクといえばストーンオーシャン。皆さんちゃんと見ましたか？著作権ディスク入れてくんな。マイクラのボートって動画工がダンボールだよね。それ言わんといてやれ。ダンボールにスプーンが2本乗ってるだけじゃん。じゃあどうしたらいいんだよ。具体例を挙げるなら、イカダとかそういう系のやつがあったらいいんじゃないかな。で、ただの板だったー。ってことで今日のモッドは、さあ無人島へ、イカダモッド。コメ欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドではイカダが追加されます。バリエもあって、オーク、トウヒ、シラカバ、ジャングル、アカシア、ダークオーク、タケ、マングローブ、それぞれいいデザインだな。使用感はボートと同じですね。いや、付加価値の解説しろよ。しょうがないな。じゃあスピードの比較どうぞ。ほぼ同じですね。本当に付加価値なかったわ。皆さんもぜひこれで無人島気分を味わいましょう。ちなみにこれどこに向かってるんだ？ナイアガラの滝。はぁはぁぜいぜい、そんな行き来らしてどうしたんだ。いやー、ブラマイ城から村までが遠すぎるんだよね。確かにマイクラの移動手段なんて徒歩かトロッコくらいしかないもんな。革新的な移動手段があったらいいな。なんかあるけど、わかんないけど試しに使ってみるとしますか。で、なんだこのデジャブー。ってことで今日のモッドは、超爽快移動、最強フック。
ークモッド。コメ欄からダウンロードサイトに行けるぜ。このモッドではフォトナでいうグラップラーみたいな服っていうのが3種類追加されます。それぞれ特性があるのか。1つ目はどう見ても見た目がダイナマイトの服。大モブを引き寄せたぞ。まあこれはグラップラーじゃなくてハープーンガンですかね。例えばフォトナキッズ、時々引き寄せた時相手が跳ね返っちゃうバグを利用して、こんなこともできちゃいます。悪用厳禁。これがこのモッドのメインの服です。お、高速移動できてるな。まあちょっと使うのが難しいんですが、まあそこは慣れるしかないぜ。最後はおまけみたいなやつで引っ掛けた部分にクモの巣ができます。これはマーベルのあれを意識してるやつだな。いやーこれで遊ぶの楽しいね。使い慣れたら爽快だろうな。ほらほらこんな風に向こうまでひとっ飛び。なんかマイクラのモブは全部見飽きちゃったな。じゃあ別ゲーやれ。いやそんなこと言わないで。まあとにかくバニラのモブじゃ満足できないってわけよ。でも 1.21 アプデなんて当分先だし、そんなすごいモブなんて。ってなんだこいつってことで今日のモッドはいろんなモブを追加するモッド。コメ欄からダウンロードサイトに行けるぜ。今回は一部のモブを紹介しますが、中二病でインキャノーク虫の独断と偏見でピックアップされたモブですのでご注意を。やばそうだな。僕のイメージどうなってんの。一つ目はバケジェットアクソロータル。あらかわいい。どっかのマイクラショート投稿者が好きそうですね。怒られそうだからやめて。お次はフィーサードサーペント。まさに中二病系のモブだな。なんか出した瞬間大空に飛んでいっちゃった。そして次はウプ主が選びそうなモブランキング1位、ゴーデンドラゴン。中二心のゴンゲじゃねえか。ちなみにこいつゴーデンと同じようにバケモン体力です。最後はソーンコラクジェットウルフマン。なんかグロいな。ちなみにただのウルフマンにめっちゃ敵対します。何の恨みが。ではクリーパースパイダーブラッドマザーと戦ってみましょう。装備なしで大丈夫か。え、今日から新しくサバイバルを始めてみたんだけど、うわ初期リスがメサとかめっちゃ最悪じゃねえか。うん、メサはレアバイオームのくせに本当になんもないからねー。まあ一応廃坑が多いけど、よく探したら村とかありそうじゃない。いやいやメサに村なんてあるわけ。でちゃんと村あったー。ってことで今日のモッドは、出したよー、村追加モッド。概要欄からダウンロードサイトに行けるぜ。まずは茶番にも出てきたメサの村ですね。これでやっとメサに価値が生まれたな。うわこの家プレゼントもらってる。いい家庭ですねー。って言いながら壊すのなんなん。お次は灯台がある村。中も結構作り込まれてるな。小規模な村だけど町の一角として存在してるといいかも。そして次は海上の村。大海の村って言われても船っていう発想はなかったな。中も実際の船室って感じがしますねー。最後は日本風の村。制作者さんは海外の方なのに忠実に再現されててすごいぜ。この鳥居とかめっちゃ良くないですか。こんなとこに前回紹介したモッドのモブが全然見えたことすな。このモッド実は全焼基地も追加されてるんですけど、装備なしで突っていきましょう。いやバカなの。うお絶壁での決戦。今にも落ちそうだが大丈夫か。あーやばい、入り組んだ洞窟で迷っちゃったよ。いや真上に掘って地上に出ればよくね。あー出口が見当たらない。洞窟と崖アップデで洞窟が相当複雑になったからな。え、何この小さな穴。特になんもなさそうだが。いや出口は絶対この奥にある。謎の地震。でも4分の1ブロックの隙間なんか入れるわけ。なんか落ちてるけど、天からの授け物かもしれない。使ってみるか。で目線が低くなった。よくわからんがとりあえず穴に出通れた。おいこれ本当にどうなってんのかわからねえんだが。でちっちゃくなってるってことで今日のモッドは、君も小人に身長変更モッド。コメ欄からダウンロードサイトに行けるぜ。ネタ切れ第2弾です。いやまたネタ切れかよ。このモッドではこれを使うことで自分の大きさを変えれます。手に持って右クリするとこんな風に選択画面が出てくるので、任意の数値に設定してシフトと右クリを押すとその数値の身長になれます。お、意外とシンプルだな。大きくなる時も同様です。前が見えねえ。じゃあ小さくなってアスレしてみましょうか。うわこれはむずい。ウプ主が下手なだけじゃね。もうちょっと頑張ってみます。10年後微妙に怒られそうなのやめて。なんかマイクラのバイオームって殺風景すぎない。まあそんなもんだろ。反応適当だね。じゃあ何を求めてるんだよ。なんか日本風にさ森が紅葉してる森とかあったらなって。何言ってんだよ。そんな森がマイクラにあるとでも。で、普通にあったーってことで今日のモッドは、サイレントマックス、最強ワゴンモッド。コメ欄からダウンロードサイトに行けるぜ。ちょっとたモッドの建築物が映りそうだったので壊しときます。いや壊し方無語。このモッドはいろんな和風モッドを混ぜたモッドで、いろんな日本文化が再現できちゃいます。今持ってる刀とかもそうだな。ディメンションは例えばこんな楓の森だったり、見つけられなかったんですがこんな桜が生えてる森もあります。結構彩りそうだな。こんな提灯とかがついてるといいですね。このモッドで追加されるブロックでギャラリーを作ってみました。相当雑だけど、畳や障子とか追加されるのは結構嬉しくないですか。東方建築がしたい人にぴったりだぜ。では和風フル装備で邪悪な侍っていうのと戦ってみましょう。なんか変な動きしてるけど。さあ光と闇の世紀の対決。この戦いを制すのは一体誰なのか。